皆さん、こんにちは。上です。本日もアンテルドーン、ちょっと続きやっていこうと思います。で、前回、先ほど出した動画で、5話、チャプター5が終わったような感じなので、新しいチャプターに入ると思います。じゃあ、よろしくお願いします。今まで通り、今までのあらすじですね。何がいてもおかしくない。凶暴な奴らが。ねえ、やめてよ。見よ、霊界への片道切符だ。一晩でもう十分怖い体験をさせてもらったし、私の水晶玉にはお風呂が。ってことで、バイバイ。すごいすごい正気じゃない。としてある人物の捜査を行っていますが、未だ消息はつかめていません。これかな、今日の続きが。そこに潜んでいるのでは。獲物、夜明けまで6時間。やばいぞ。これはマジでやばい。だいぶ傷だらけやな。マイク、療養所、敷地内。うわ、狼やん。狼2匹おる。これが犯人っていうか、襲ってくるやつか。なんか立てたな。寄ってくる、また。よし、近づいてみるか。お前ミスんなよ、絶対。結構傷だらけやな。どこにおる？よし、なんか毎日だん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 怖くなってきてるからな。目的、建物への入り口を探せ。行くぞ。ちょっと待って、マイクやな。よし、行くぞ、マイク。今ね、22時20分。そろそろ大きい声出すのは控えていかなあかんからな。ちょ、怖いな、でも。めっちゃ泣いてる、狼が。なんか、狼、走ってきたりせんかな？このな、この画角が怖いよな、一番。わからんかな、みんな。わからんか。わかってくれる。めっちゃ泣いてるやん。光ってんな、これか。もうこれ？ふぅ。なんかありそう。最高。地球上で一番不気味な場所に行き着くなんてな。警告。これより先、この建物を使用及び占拠することは違法であると宣告する。1954年6月12日。もう建物入ってん。って
でもな、このマイク編のやつは意外と、おお、びっくりした。ボタン押しまった。あ、確かに開ける。チャペルのドアを開けるキーカードを探せ。いやぁ。え、なに？もうびっくりしたなよ。うわぁ、びっくりした。影やった。影や。何？ちょ、まだ開けるな。開けんなよ、お前。武器もないのに。ロックド。何？そのカードを探したことか。怖え。でもなんかな、さっきな、この、うし、怖い。ああ、もう嫌や。なんか水が。なんかある。手がかり発見。1950年1月4日、宛先療養所職員へ、差し出しにロッシュ氏。作業員の救出について、作業員の救出は明日1月5日の完了が見込まれている。生存者の数が判明していないため、A 棟にベッドを20台用意するように。明日は報道陣も来る。作業員には最高のケアを意識するように。なお、精神科の病棟については報道陣の立ち入りは禁止されている。万が一これらの徹底を行った場合は、ブラック氏や療養所に多大なる不利益を及ぼし、当事者はその場で解雇されることを留意するように。あ、焦った。もう一回撮って。これの裏側。あいつらは臭いから鼻つまみを用意してね。なんか今光ってた。こっちで光ってなかった。ああ、入れるってことか。めちゃめちゃ出れるんか。でもこれ入ったらあかんやろ。あ、なんか、あ、ちょっと待って。怖すぎ。あれ、あれ。え、何？なんかなかった今。あ、さっきのやつか。オッケーオッケーオッケー。行こう。こっちには何もないか。さすがに。あ、もうこっち行こう。やば。じゃあ、この中に、が怖いんよな。このこう向かってくる方、なんかありそうやん。ないか。こっちか。うわもう嫌や。ブラックウッドパインズ療養所、1920年開業。メンズサナインコンポアーサノ、健全な精神は健全な体に。これ別に動かしたりすることはできるもんな。うん、ちょっと一旦入る前に。脅かされそう、そろそろ。
今日何にもないから。怖。なんかこういうとこ怖いんよな。こ。あ、なんかある。ちょ、あ。びっくりした。何？手がかり？なんか何？おど、これやばいぞ。なんか来る。うん。ああ、ちょっともう一回見よう。ちょっと待って、なんかめっちゃな、何これ？え？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 どういうこと？この左手で持ってるやつ。もうこれ危ないってお前。え、なんでさっきなんかめっちゃ震えとったやん。え、どういうこと今。え、でも、ここは怖い。うえぇ！なに？音めっちゃ鳴ってる。もう嫌や。びっくりした。あ、なんかあそこ光ってる。なんか出てきそう、そろそろ。うわ、びっくりした。ネズミやった。ナンバー42。炭鉱作業員の診断書。担当、ドクター NHF ボーイ。診断報告。報告は掲示された事故にあった10名、報告は12名の作業員の初期状況とその後、ブラックウッドで行われた救助作業についてのものである。入院被害者12人を療養所の病棟に受け入れた際、我々は衰弱し困惑した男たちの想像していた。幸いなことに、炭鉱内の非常食にもなる。なのか、作業員のみんな、健康状態も良好であった。当初の予想通り、年長の者には呼吸器官に問題が発症しており、肺炎も発見された。23日閉じ込められていたコットから数名に精神面での問題も確認された。体的には健康に見受けられたが、炭鉱での待機に影響されたのだ。処置。被害者の状態を変えて、試みて、療養所の A等を確認した。精神状態の診断に指揮を行う必要が、呼吸器官に問題が見受けられた作業員には検査を行い、ストレプトマイシンによる治療、その他の24時間の患者、署名、ドクター・ニコラス・ヘンリー・フォーリス・ボーエン。あ、ごめん、ちょっと、これ、裏も見た方がいいっていう、もらったからな。もうすぐで噛まれるところだった。ってことは、この近辺に、その、狼というか、これあれなのかな？一つの部屋に、ああ、もうこの出るときとか怖い。うわ、この部屋怖っ。ここ行くん？うわ、最悪。ああ、もう嫌や。なんかさっきもっと明るいところでなんかしてくれへんかな。え、何？これ、鳴き声とかさ、これヘッドホンでやってるからめっちゃ聞こえるかな。なんかある。あれ？でもなんかなかった今。あれや。あれ？なんか。びっくりした。カラスか。ちょ待てよ。何も出てくんな。何？
何これ、え、ナイフ、うわっ、何、何、何してんの、え、やばい、何、やばい、お前何してん、怖い、もじゃ、お前さ、ナイフも持っとけよ、お前そんなさ、しかも右手にそのなんていうの、ランタンみたいなの持ってたらお前すぐ取り出されへんや、すぐ取り出せるように左手で持っとけよ。あれ、あれ、ここになんかなかった、あれ、これか、あ、これはどういう、マジ、ここに何日いさせるつもりだ、誰がこんな、行こうか、このなんかランタン、たまにこのなんかバグれるんだな。てかここめっちゃ広いやん。でも今狼の跡じゃなかった？跡って影やったやんな。地球変身も、記者は矢島やぜ、あ、あ、待って、記者、あ、もう、あれ、もう一回、記者は、記者や矢島は絶対に近づけないこと、うっ、手がかり発見、そりゃマスコミになんて詮索されたくないわけだ、うわ、現状報告、療養所にて12名の生存者を収容、生存者にはトラウマの兆候あり、報道陣には嗅ぎつけられそうだ、問題になる可能性あり、指示を求む、そういくか、やばいな、マジで。ちょっと結構やばい。なんか光ってる？これ。ここ。ちょっと、なんもないか。次こっちの、でもここなんか狼がおったところじゃん、うわ怖っ、キモ、今絶対こっち見てたやん、てかなんなんこの骸骨、キモいな、ちょ、ライト拾おうや、なんでライト拾おう、あ、あれあれか、ここ怖いな、なんかこの入るときが怖い一番な、うわびくしょー、ネズミなんか蹴り飛ばせ、なんもない、え、これもしかしてネズミのためだけにここ入ったとか、もうこれ以上行かれへんもんな、あ、なんかある、え、でも行かれへんのか、じゃあ知らないか、怖っ、うー怖っ、なんなんこれ、
キモキモキモい。おいおいおい。なんやねん。何を食わせてたのか。どういうこと。え？どういうこと？どういうこと？まだ開こう。じゃあ切断すればよかったやん。うわ、しくった。ずっと自分が、うわ、スティックやってた。やばい。もう切断。くそ、チクショー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 、エグ。もうよくわからん。なんかさっきおったって。やばい。ちょ、もう早くも終わろう、これ。このシーン。うわ。熱っ。なんかおったよ。また続くん。うわ、キモい。いや、やば。あっち。もう何？もう嫌や。もう嫌。絶対なんか来る。なんやねん、見えへん。なに、なんこれ。あっつ、わけわからん。なになに、もうわけわからん。やばい、ベタベタや、やば。あっつ、見えへん。めっちゃなんか、やばい。熱。もういや、怖い。熱。え、何これ。いっぱいなんか乗ってる。診断書、クラリス書、やっぱ、いや、ないわず、死因が外傷などの場合は事故自殺だだだだ、尾行、そうか、あ、ちょっと待って、これ裏裏。追記したいは死後6年前、オッケー、内臓みたいな。そっか。そっか。よかったな。やばい、もうめっちゃ疲れた。怖っ。うわ、もうなんかもう骸骨やん。
やばすぎ。キモ。キモ、なんでそっち向きやねん。まあでも、ちょっと分かっとったけど。吐きそうだ。キモ、うわなんで動く、うわネズミ。何もう、動くなよ。やばい。よし、見てみよう。何を見んねん。これ今見たやん。あ？ちょっと疲れたし、マジで。ああ、もう分かった。見た。え、次何？分からへんねんけど。次。あ、さっきのやつか。おう。ああ、怖い。ちょっともうマジやばい。なんかもう、驚く声も出にくるかもしれん。前上行こう。あやば。ああ、もう怖い。あ、待てた。ちょっと気持ち悪すぎるな、これ。ああびっくりした。ああびっくりした。もう何やねん。また逃げられてんけ。病棟にしては洒落てるじゃないか。もういやや。しんど。何？ちょっとやばいな、このゲーム。もうなんかもう音が怖い。はい、どこ行けばいい？またここ？あれ？え？ここじゃなかったの？あ、足音か。砂利の音か。あれ？ん？あれ？え、そういえばいい。あ、下がるのか。え、飛び降りなあかんやん。後ろ見ろってお前。どこ行けばいいの？え、なんかおるやん。なんか、あ、ちゃうか。ちょ、もうお前。
おやー、このね、いやー、はあ、うわ、なんでこんなもん、あやばい。なになになに、ナイス、殺せ、はい、殺せ、殺せ、ちょっとキモ、お前遠ざかったら追いかけられると思う。近づいて攻撃や。そう、落ち着け、殺せ、ちょっと食われんなよお前、食われそう。俺は悪いやつじゃないだろ、味はあるけどな。おっと、まずかったか。まあ後ろ向くなよお前。なんでこんな暴れんのこれ。何の影？うわ、びっくりした。お前もう触らんでいいやん。いやでもさ、触るか、怖すぎ。うわ、よくお前そんなん切れんな。お前意味わからへんねんけど、頭おかしいじゃん。何してんの、届け、いえ、何をしてるの、意味わかんないけど、えは、ええ、どういうこと、うわー、びっくりした。あ、拳銃取ろうとしてるのか。よし、何、え、何をするの、ゲート開け、謎の男追跡書。ちょっと待って、だいぶ、ちょっと長っ。